さて行くかね。軍神と呼ばれ、ただ闘争を愛し邪を払う神の軍略を持つ越後の竜上杉謙信。知略に優れ戦国最強の騎馬軍団を率い王道を敷くべく戦う甲斐の虎武田信玄。戦国の習いに従い両雄は川中島で三度戦を交え互いを宿敵として認めるようになっていた。そして永禄4年4度目の戦が始まろうとしていた。ボンベイシラマンダヤスワカ信玄よ、貴様こそが宿敵。第1話川中島の戦い、真の構造教えてやろう。我らは神速をもって八幡原へと向かう。遅い宿敵。スメ、本陣をねじ伏せろ。名のある武士とお見受けいたせ。耐え抜け。敵将を打ち破る。これが軍神との戦いか。敵将を撃ち破る。おお、やりまするな。信玄の率いるは戦国最強の武田信玄。謙信公はこの最強の軍団にどう対抗するのか。いざ戦おう。その闘争を受けて して参る。いざ戦わ。敵将を打ち払い。見事でございますな。敵将を打ち払い。おお、ありませんな。愛する上杉の兵士諸君、謙信公のもとにある者として、貴様の戦いはできぬぞ。宿敵、いつまでそこにいる。どうだったらいい。払い、これが謙信公の戦いか。闘争は全滅。宿敵、闘争に戯れるぞ。
に本陣を強襲する。いざ尋常に勝負。敵将を打ち払い、これが決戦功の戦いか。他のある武士とお見受けいたす。敵将を打ち払い、見事に戦います。敵将を打ち払い、これが献身功の戦いか。闘争は優越。敵将を打ち払い。おお、やりまするな。ここからが勝負よ。やるなしつけを矢先切りに追われております。ご注意。押して参る。敵将を打ち払い、これが敵将の戦いか。すごい。あがりが互いを発揮した。献身功と信念は鎖国であり、無理な式なのだ。敵将を打ち払い。おお、やりまするな。いざ尋常に勝負。まさに剣の助け。敵将を打ち払い。お見事でございますな。門は固く閉ざされております。わし直々に警報の極意を教えてやろうか。闘争の時は来たり、殲滅してやろう。さてそろそろわしも最高の手札を切ろうか。わし移動に今左近信玄公の軍略を学ばんがため、追算に捕まった。上杉謙信の器見極めてやる。敵将を打ち払う。これが謙信公の戦いか。三十六計逃げるにしかずってね。ヤマトにその人ありと知らない。カフェにアルバムが落ちたとは。さすが剣心、いずれまた会おうぞ。敵将を打ち払い。闘争は闘争を楽しめた。貴様の分を再戦の日まで。まだ戦うのか。
ほどとの戦いは骨じゃのう。はこの目、すでに不惑なり。